日産、セドリック日産、セドリック営業者、セドリック営業者高畑不動駅にて。セドリック営業者は、日産自動車が製造、発売していた高級セダン、セドリックの商用モデルである。日産車体が製造していた。一般、観光庁向けの自家用については、日産、セドリックセダンを参照のこと。2004年で、 生産終了したハードトップの最終型が Y34 型なのに対し、セダンは1987年6月に登場した Y31 型がマイナーチェンジを重ねながら2014年まで27年間継続生産されていた。登場当初はセドリック、グロリアとして発売された。内装は高級車であるセドリックの一種としては最低限ではあるものの、 運転席シートは乗務員が長時間乗務することを考慮して上級のものを設置していた。また、ダッシュボードもタクシーメーターや無線機、タコグラフなどの搭載を考慮して、これらの収納スペースを多く取っていた。グレードは、オリジナル、カスタム、スーパーカスタム、クラシック SV があり、オリジナルとカスタムが法人向けで、スーパーカスタムとクラシック SV が個人向けであった。 ただし、スーパーカスタムとクラシック SV を使用している、法人タクシーも一部存在する。過去には、個人向けにブロアム、クラシックもあった。またこの他に1990年代前半までは、Y30 型 Y31 型の自家用モデルのガソリン車を、整備工場で LPG に改造するケースも、都内のハイヤーや個人タクシーで見られた。130型。 以来日本国外向けも生産されており、左側通行を採用する香港、マカオ、シンガポールなどへ輸出されていた。現地では日本と同じくタクシーなどとして数多く使用されている。2013年より翌年のセドリックのブランド終了まで香港での輸入が再開された。サンナンバー社には形式の最初に C が付く香港でタクシーとして使用される。 セドリック営業者以前より、日産は香港とシンガポールのタクシー向けに、競合関係のトヨタクラウンコンフォートと共に、セドリック営業者を輸出してきた。当初は LPG ではなく、ディーゼルエンジン TD25、27型搭載車のみを輸出してきたが、排気ガス規制の波は世界的に及んでいるため、ディーゼルに代わりクリーンで、経済的な LPG 車を導入している。 近年、日産によるタクシー車輸出は休止状態であったが、香港特別行政区向けのみへの輸出が2013年より再開された。輸出再開後のモデルは、日本ではすでに廃止されている6人のリデュアルシートとなっているほかはおおむね日本仕様に準じる。これにより、全販売会社で取り扱いを開始。ありがとうございます。